人義賞は、明治4年8月8日、明治5年3月14日に、人義の歳子と行政を司る機関として、律令制以来の人義官に代わって設置された。形式上のみとはいえ、大上官よりも上位とされた人義官に対して、大上官の一機関に格下げられた人義賞は一見すると地位が低下したようにも見受けられるが、実際には、 大教宣付の理念に基づいた天皇による再生一置、ひいては神道の国家宗教化を目指す方針のために政府の関与を強めるためのものであった。仁儀教は設置されず、仁儀大介に福場義静が任命された。その後、仁儀館末期に設置された宣教師による大教宣風を強化するために、わずか半年で教部長に解消され、 宮中祭祀の事務の部分は分離されて、式部寮に移されることとなった。この時、式部寮はまだ大乗官直属で、宮内省に移管されたのは、明治10年である。式部職明治政府を参照。安丸義雄、宮島正編、日本近代思想大帝語宗教と国家431ページ、河出、清彦、大乗祭と宮中の祭り名著出版、1990年。 211ページ、ありがとうございます。